建築というのは人間の心と肉体が住むところですから。その建築も大きさじゃなしに、その心の中に残る部分があるだろうならば、そのファッションショーをする劇場ですから、入ってきた人はまず心がワクワクすると、そういう場所を作らねばならないと思いました。エレガンスっていうのはこう形だけじゃないと思うんですよ。そのエレガンスの奥にあるもの、哲学、美意識、そういうものが全部含めてエレガンスになると思う。例えば品質について、携帯について、その機能について、全てに最高のクラスのものを作りたいというアルマーニさんと私もそういうふうに考えています。